レバナスで自由を手に入れる。レバレッジ投資家、いつです。本日もよろしくお願いいたします。え今日のお題はこれということで、えレバナス保有中に暴落来ましたね。ということで、えこの暴落を、ね、体験して分かったレバナスの真実ということをお伝えしていきたいのと、あとはね、2022年5月、レバナス運用、やっと1年経ちましたということでね、こちらのご報告、あと残り9年でファイヤーだ そしてね、悲劇。ただ単に私が起きた瞬間にチャートを見て間違えてしまったというだけなんですけれど、SOXS と間違えて TECS 買っちゃったということで、ねえー、始めていきたいと思います。それでは、スタートでーす はい。ということでね、えー、まず、アレバナスの方から見ていきたいということなんですけれど、まあ、目下ね、約50%ぐらい下落してますんで、まあ、評価損益の方はね、えー、しっかりとマイナスを食らっているという部分ですけれども、まあ、こんなものはね、パラメーターでしかありませんからね、えー、重要なのは保有数量ということになってますけれど、えー、4月と比べてでもね、 5712口も多く買えてるんですよね。私の場合は毎月5万円ずつね、レバナンスの方を購入していって、10年でファイヤーしようという計画なんですけれど、4月の7日の時点でね、レバナンスっていうのは33618円の基準価格だったんですよね。それが今、 24, 2万4290円まで下がっていただいたところで、同じ5万円で購入してるんですけれどね、5712口多く買えていますと、これはお得、ね、お得以外の何物でもありませんのでね、この安い基準価格のレバナスっていうのをね、どん,どん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 購入していきたいので、もう少しね、この安い期間が続いていってくれる方が私はいいなと思っております。暴落を体験して,分かって 真実ということでね、えー、何かと言いますと、まあ、えー、今もね、お伝えしたように、同じ5万円でもね、えー、口数が激増するという、えー、ことになりますので、えー、まあ、私たちね、レバナス投資っていうのはなんかこう、積み立てでも、一括投機一括投資、年始一括投資でもね、そうなんですけれども、 えー、まあ、こう、お金をね、えー、こう、預けているというような感覚で、毎月5万円ずついけばね、年間60万円を、えー、なんかこう、銀行にね、貯金してるというような感じにね、思われてる方もいるかもしれないんですけど、実はね、5万円でレバナスを購入してますんで、毎回毎回のレバナスで時自家ですからね。 はい。基準価格が変わってきますからね。これ、同じ5万円でもね、買える口数が違うんでね、やはり、えーね、やはり資産形成初期にね、暴落をしていただくということは、これかなりね、ラッキーということになってます。えそうしましてね、2つ目です。レバナスの下落率が50%を超えていたとしてもね、純資産額、これはもちろんね、 平均取得、えねえー、レバナンスの基準価格が下がってますからね、へい、ね、純資産額っていうのは下がるんですけれど、なんとね、レバナンスのね、総口数は増え続けている右肩上がりということで、今株式はものすごくね、下がってますからね、右肩下がりになってるんですけれど、それと反比例してね、レバナンスの総口数っていうのは増え続けていってる右肩上がりの直線をね、この 出してるわけですね、えー、どっかのね、えー、誰かが言ってましたレバナスっていうのは暴落が来たらね召喚のリスクがあるでしょうって今50%下落食らってるのに重益ねえー レバナスの総口数は増え続けていってる。相反のリスクなんてないじゃんということでね。これが70%下落、80%下落来ても一緒ですよえ。最低ラインっていうのは割りませんからね。もうこれが今回の暴落で分かった一番ね。 ありがたいことじゃないですか。今までお衣装ロスカット発生しないのは分かっていると言ってた人たちでも、けれど繰り上げ召喚があるからちょっと辛いと思われていた方もいてると思うんですけれど、えー、このね、今回の暴落で体験しましてね、そのリスクっていうのがね、99%ないということが分かりましたね。ント下落が来てね,ね、レバナスの総口数が増え続けていってるのにね、えー、もう、えー、ね、えーあ 増え続けていってる現実がありますからね、この現実を受け止めていけばね、まあ何の、ね、リスクもないということになってくると。えー、そうなると、レバナスっていうのはまあ長期投資、ね、長期保有してガ発チしてたらね、やっぱり勝てるんですね。誰でも勝てる投資というのが、レバナスの長期保有ということになってきます。これはもう一括の方でも定期買い付けの方でも一緒です。レバナスを長期保有していればね、勝てるということになってくるわけですよね。 えそうしまして、えーねえー、この暴落中が、ねえー、今来てる中で、まあ、シミュレーションの方を、ねえー、ざっくりとしてみたんですね。まあ、何かと言いますと、これ。 999の方で見ておりますけれど、まあ、2004年から、ね、2006年あたりがこの上のチャートを見ていただいたら分かるようにね、まあ、レンジ期間になってた、あまり、ね、伸びてませんよねという期間があります。まあ、この、ね、2004年から100万円を、ね、10年間一括投資したらどうなるんだということで、ね、だいたい2004年の1月2月あたりのねあたりで100万円を、ね、10年間一括投資したらどう なるんだということをね、えー、軽く、えー、シミュレーションしてみました。もちろんこれ為替のはね、えー、為替とか、えー、信託報酬手数料というのはね。えー 味しておりません。ざっくりなね、えー、期間ということで。まあ一番ね、ナスダック100が、えー、まあそんなにほどね、伸びてなかった期間の話ですね。今からはもうね、えー、どん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 、ね、上昇相場に移っていくと思いますんで、ぐんぐん伸びると思うんですけれど、えー、この時にね、えー、まずはナスダックに100万円を投資していたらどうなるのかということでいきます。まずはナスダック100、レバレッジのかかっていないもの、10年間放置しますと、2239,686円と、 いうことにね、えー、なっております。 上のチャートの方は、上のチャートの方はね、ナスダック100、999の方のね、えー、チャートになっております、えー。2004年1月あたりから100万円を10年間一括し、一括投資した場合どうなるんだということでね、えー、見ていただきたいんですけど、まあ2004年から2006年あたりがね、まあ一番ナスダックにとってはね、えー、低減、えナスダック100にとってはね、 えーまあ、レンジ相場に入っていいた期間ということになってきますこの期間から、ねえー、過ぎ去ってグググググ、ぐぐぐぐぐっと伸びてくるんですけれども、まあ、一番ね、えー、横横相場になっていた時っていうのがね、えー、どうなっているのかというのを見ていただきたいと、えー、まずはナスダック100、レバレッジのかかっていない商品の方は、10年間放置しますと22 9、223万9000円。 ねえ、223万9000になっていると。えー、それがレバナスの場合ですと、329万8000円と。ですけれど、ここでね、えー、やはりレンジには弱いということがね、浮き彫りになります。3倍ブルの方はといいますと、281万8000円ということで、なんとね、えー、レバナスを超えることができないんですね。まあ、もちろんこのままずっとね、保有し続けて、上昇相場に移っていきますので、まあ、最終的には3倍ブルの方が、 伸伸びびるるとといいうこももあるんで伸びていくんですけれども、えー、ただし、やっぱりね、えー、この長期保有において、何が起こるかわからないというのがやはり相場の世界ですんで、またこのようなね、同じようなあ、ね、チャート形状になったときっていうのは、まあ、レバナスの方が頭一つ抜けていくんですよね。ということなんで、ナスダック100のね、この兄弟だと思うんですね。でね レバレッジがかかっていないノーマルのナスダック100、2倍のレバレッジがかかっているレバナース、3倍の、ね、レバレッジがかか,ってかかっている3倍ブルということになるんですけれど、ノンレバではね利益が物足らないんですよね。 かといって、じゃあ頑張って3倍の、ね、レバレッジかけだからといって、えもしこのような、ね、状況になってしまったら、ね、レバナンスよりも利益が少なくなってくると、やはり長期保有においてのベストバランスは、ね、レバナンスじゃないのかなというふうに思うわけですよね。皆さんはどう、ね、感じられますかということで。えまあえー もうね、アメリカの経済は右肩上がりだと思われてる方はね、3倍ブルでもいいかなとは思うんですけれど、えー、まあね、えー、今、下落局面中ですし、今、えー、2倍のレバナスでもね、保有するのがしんどいという方がいてる中、3倍のね、レバナス、ね、3倍ブルをね、えー、しっかりと長期保有していけるのかということで考えた場合に、まあ、リスクヘッジの方も考えていけば、やはりレバナスっていうのはね、ベストバランス。 この、ねえー、暴落を食らって、ね、50%以上の、ね、下落していたとしても、ねえー、口数の方うは、ね、どん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 増えていってるという現実で、これまた、ね、力をいただきましたんで、レバナスから、もうこれは長期保有ということで考えていけば、ね、まあ、レバナス一択になっていくんじゃないのかなと私は、ね、思うわけですよね。 さあ、このね、アイフリーレバレッジ、ナスダック100台湾レバナスですね、えー。こちらの方は今、5月の27日の時点で22,553円と、えー。ただし5月27日、QLD の方が上昇しておりますので、5月の30日、こちらの方の基準価格はまあ2万4万0千円台を回復してくると。 思います。はい、まあですけれど、まだまだね、えー、最高値から比べると、物足らないという、ねえー、状態ですね。えー、さあ、私のレバナス運用1年目の報告ということで、ファイヤーまであと残り9年ですということでね、やはりカウントダウンでね、えー、しっかりとね、 カウントダウン、時はね、えー、しっかりと刻んでいきますのでね、えー、ガチ保していきたいと思います、えー。まずはね、私の場合は2021年5月の28日から積み立ての方を開始しております。2021年のね、えー、12月29日の時点では、なんとね、えー、プラス20、ねえー、2%の利益がありましたので、えー、トータルリターンの方でいきますとね、71万円。 利益があったんです。71万円のレバナスになってたんですけれど、なんとそこから5万円ずつ毎月購入しているにもかかわらず、5月の28日の時点ではマイナス31万4637円というのを食らっておりますので。 ね、レバナスの総資産っていうのは63万2576円ということでねこの12月の29日の時点からかなりね減らしているとえしかも5月の6日のレバナスと比べても減ってるあれ5万円入れたのに1万円減ってるというねまあそれだけ下落率が大きいということですねえですけれどこんなね下落率なんていうのはえアメリカの株式が回復していってプラス域になっていれば何の問題もない ないと逆に言うと、まあ10年後、私がファイヤーするときに、しっかりとレブナンスが3600万になってくれてたら、何の問題もないということで、え今回からね、この保有数量というのをね、どん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 書いていこうということで、え保有数量、今ね、28万484口あるということになってきますのでねえ、こちらの方をしっかりとカウントしていくとえ。金額見てるとね、ひょっとするとメンタルやられちゃう方もいてるかも分かりませんけれど、私はね、 あの強がりじゃなくて別にね、あのレバナスが、えー、今あ、ね、下落しておりますけれど、必ずね、えー、元に戻っていくという、ねえー、確信がありますんで、えー、こちらの方はね、えー、しっかりと長期保有していきたいと。で、まあ,あの、毎月毎月ね、言っていることなんですけれど、これをね、知らない人がね、私の短期回転の速度のね、動画を見て、 あれ、市さんがあっを言うてたん違うのって言うんですけれど、私の投資スタンスっていうのは、 積立投資のレバナース。これは毎月5万円ずつ続けていきます。長期保有。一般人サークの方でソクルとティクルの方を保有しておりますので、こちらはね、しっかりと8年以上のガチ保短期回転用としてソクルを使うということで、私はもともとね、あのソクル。このチャンネルの前の時にもね、投資系のチャンネルやってたんですけれど、それちょっとね、Google さんからいたずら受けまして、なぜかわからないですけどね、ちょっとまずい状態になったので、 でこっちのチャンネルに移ってきたんですけれども、えその時からね、ソクルはボラ率の低王ですから、短期回転で資産を膨らましていきますということを言ってたんですね。まだその時はインバースは使えますと言ってませんでした。けれども、まあ今はインバースまで踏まえてですけれどね、短期回転っていうのは、このえー うちのね、えー、チャンネルとしては初期の段階、このね、全身のチャンネルからね、言ってることなんで、言ってること違わないと。長期保有の一般人サークの部分と、そして積み立て人ーク、ね、そして積み立ーー、ねえー、そして積立枠のレバナス、これはね、長期ガチホです。さあ、5月27日。まあ、正確には5月28日になるのかな。もう、ぽっと目が覚めたらね、えー、目が覚めて、 ポッとスマホを見たら、私は SOXS を見たつもりだったんですけれど、なんかね、めっちゃ安いわと思って、えー、こちらの方に、えー、駆け寄ってきまして、えー、そしてパソコンで注文の方を入れたんですけれど、えー、なんとね、SOXS と間違えて、えー、TECS 買っちゃったということで、あやっちゃったとね。なぜかというとこれね、TECS2 万円チャレンジでやってたんですよね。2万円チャレンジでやってたんですけれど、 2万円チャレンジでやっていたのに、もう2万円超えちゃったんやと。しかもこれ、ドルで買っちゃったよというね、話になってしまいます。そうです。速度を買うために置いてるお金でね、えー、思わず買ってしまったということで、えー、やらかしてしまったというね、えー、部分になっております。 さあ、TCS の方なんですけれども、ね、27日の終値が38.92と、えー、時間外取引で38.91までね、えー、若干落としてるということでね、さあ、これマーケット開く5月の31日、えー、皆さんは上がる上がると言ってるんで、えーねえー ティックルとアメリカの、ね、株式をが上がる上がると言ってるんで、これはインバース型の商品になりますので、アメリカの株式が上がると、こちらの方の商品は下がっていくということなのでね、5月の31日、本当に上がるのか下がるのか、しっかりと確認していきたいということでね。 私がね、もともと2万円チャレンジだったんで、なんと3株しか買えないと言って長い、嘆いていたんですね。その時の平均取得単価が43.97でした。ですけれど、5月27日、マジでね,、S、ね、S は S でもね、半導体とテクノロジー間違えてしまったということで、その時ね、39.96だったんですね。なんか安いなと思って購入したんですけれども、よくよくね、確認すると S でしたと。しかも、テクノロジーの方でした。 しかももうね、約定してしまってますんで、ね、取り消すこともできなかったということになりますんで、私のこのね、取得保有数というのが、まあね、ここ、残念ながらね、7株に増えてしまったということで、まあ、その分ね、もちろん平均取得単価41.79までまあ下がってますんで、まあ、これはこれでいいのかなという、ね、気がします。さあね、この S、ね、テクノロジーの S の方ですよね、これ、売り場探しということになってきます。 5月の12日が51.275月の19日が49.96ぐらいなんでまあ50ぐらいで売るのがね妥当なのかなというふうに考えてましたただしね前回の43.97の平均取得単価だったら6ドルしか儲からないのでねちょっとね6ドルでは面白くないかなと思ってたんですけれどこれがね平均取得単価が下がりましたのでまあ8ドルぐらい50ドルで売っても8ドルぐらいのね利益がざっくり出るというような状態になります ましたんで、まあこちらね50ぐらいになったらさっさと売ってしまおうかなとこのインバース型のね商品というのはやはりね長く抱けば抱くほどねその分リスクが乗ってきますのでもののつるというところがありますんでねまあちょっとの利益に乗っていてもすぐさま売っていきたいとただし5月31日の予想なんですけれども5月27日の時間外取引でのね テクノロジーの S の方は38.91だったんですよね。これで私はこのテク,テクノロジー関連の L と S に関しましては、まあ1日最大動いてもね、12%ぐらいが妥当だろうというふうに考えておりますので、まあ最大値12%を足してみました。それでもね、5月の31日予想ですけれど、43.5792までしか上がりませんので、まあ、えー 数日間は待ちかなということになってますんで、ね、あまり、ねえー、長く、えー、待ちたくはないなと思いますけれども、まあ、相場が、ね、ほんこのまま反転上昇していくのか、えー、それとも下落していくのかということでね。まあたねあのー テク,ね、テクニカルされてる方は、もうね、えー、そこでダブルボトム形成したので、ここから反転上昇ですという方がものすごく多いんですけれど、そんなにね、相場ってね、生やさしいものなのかなと、まあ、ここね、えー、31日が上がる、上がらないというよりも、まあ、6月、えーまあ、中旬ぐらいまでですよね、えー、この間、まあ、見てみて、えー、本当にね、そのまま上昇していくようだったら、まあ損切りも。 えー、視野に入れていけと。視野に入れていけと。えー、どうしてもね、6月の17日がメジャー SQ トリプルウォッチ、ね、トリプルウィッチということになってますんで、えー、この時かなり乱高下があるということで、えー、まあね、上昇していってしまいますとね、えー、手遅れということになると怖いんで、まあ、インバース型っていうのはね、損切りも踏まえて、えー、ここね、しっかりとチャレンジしていきたいと。えー、けれど、大体の人がね、えー インバース型、勝った瞬間ね、どん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 下がっていって、手放した瞬間上がっていくというのが世の常なんじゃないかなということなんで、まあこのあたりね、しっかりと相場を読みる。 ね、相場自体を読み切ることはできませんけれど、上昇トレンドなのか、下落トレンドなのかっていうところはね、えー、しっかりと理解できると思いますんで、えー、まだね、えー、上昇トレンドの、えー、まだね、下落トレンドのままなのか、えー、上昇トレンドのままなのかというところで、ね、まあ、6月の、えーまあ、2週ぐらいまで、えー、しっかりとね、様子を見ていきたいと思います。最後までご視聴。さあ、今日もね、えー レバナスライブの方を22時からかけていきます。日曜日ということになっておりますので、この日曜日はレバナスのお話プラスね出口戦略で私がねしっかりとね、あの 出口戦略でしっかりとファイヤー後に暴落が来てもいいようにということでね、アメリカの株式とは全く関係のない資産を持とうということで、日本の中古不動産、これの一戸建てとていうのを、ねまあ、推奨しているわけなんですね。で、まあ、私自体もそれを取り組んで、ね、私自体は取り組んでいくということになってますので、このお話も、ね、少しさせていただきながら、ファイヤー後に暴落来ても大丈夫,大丈夫なように。 備えていきましょう。ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。